OK。来た。音来た。よかったよかった。よし、もう今 SE 流れちゃってます。このままステージ行くよ。のこさんのこさんこれやろ。はいはいはい。これやろ。はいはいはい。インターネットは最後に必ず。カーズ、はい、行くぜお前ら。インターネットは来ました。最後に必ずカーズ。皆さんありがとうございます。本当に、俺もツイートしてませんね。まあ移動でもいいんだ。こんなね、見てるものが接続してるものだけは見ればいいんです。今日は3日間連続の1日目なんで。よっしゃ行くぜ。そうそうそう、さすがにごまな多い人多くね、バカ全然多くねえだろお前全く。どう、元気は元気ですよ。はい、3日目のね、1日目です。今本当に、あ、行ってきます。いやこれちょっとね、ハゲ頑張れよ。うるせえ。あー、ちょっと待って、これすごいんだよね、これちょっとこれちょっとすごいんですよこれ。もう、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ電波で、電波で、これ電波誰持ってんの。うん、で、おい、で、やってきたぜこの野郎、千葉県からよ。いや、あれ電波あるよ、あるよ。いや、こっち待ってる。はい、早速ね、あのインターネットバンド、あの電波がなくなりました、あの向こう側のいやだけど、本当にね、あらさあらさあらしで、I'm not afraid to die.
これからどんどん演技かかってくるぞ。それでこれで準備はできてんのか。ああ今日は金曜日だっけ。明日休みだろ。だったらよ、全部エネルギー使っちゃってもいいんじゃないの。今日なんでエネルギーだい。おい、小野くん、すべてのエネルギーよ、小野くん、おい、すべてのエネルギーよ、俺たちの。小野くん、語彙が不足だぞ。なんて言った、おっさん。語彙が不足。語彙が不足。語彙、語彙が不足。語彙、語彙が不足だぞ。そうか、すまね。語彙が不足ってよく分かってんけど、俺の頭がキャブラリーが足りないってことか。俺の無茶番組が立ってんのか。知らないだろ、俺は元から立ってんだ。他の場所でも全部こんなんだ。お前のボキャブラリーはどんぐらいあるんだい。おしの感動があります。あ、いいだろ。君は死んだガリレオ、北の空に輝いてるカシオペア秒、手の指で流れ星を作って、手はすぐ消えて浮いてる。
あとお前東京人ぶってるじゃねえよ、千葉県民の。マジで全然見てないくせに何嘘ついてんのお前。夜空をさ散歩したじゃない。夜空を散歩というかね、ポカベンまで歩いた。そう、ちょっと歩いて散歩しました。歩いてさ走れよな、そこはよ。走んなきゃいけないのか。走れよお前、こんな風によ、ほんとに得体の知れないスピードで。見られたりもしたいな。初めてなライブ来たやつまでやつらもいるかもしんねえけども、まあそれはもう本当にガチンコで行くわお前らも。なこっちはガチンコで来たんだから。
うん、ガチンコファイトクラブだ、この野郎。うん、カモ、こんな感じかい。うん、糖尿病に気をつけろよ。うん、どっから糖尿病。おい、なんだお前、糖尿病でお前ら死んじまえ。死んじまうから糖尿病で。なあ、言ったら次の曲は、なんだ、糖尿病で死んだ後に。死んだ後に。そうだね、死にそうな曲です。一緒に天井に突き刺さってください。行きます、ジャンプしてください。言うなよ、おっさん、さっきから天井。おい、おっさん、調子乗んな、お前。行くよ。おい。今のちょっと MC 投げる。投げよ、投げよ、行くぞ。Yeah.
今一人かよ。お前らもったいやから本当に。お前らも歌やから本当に。今平日でや、平日でや、お前こんな風にこんな時間でお前会社終わりのやついるだろ。いるだろな。いっぱいいるわ。手挙げろな、もう。あげんな。だからよ、会社終わりの雑貨終わりでもいるだろ。本当にや、ニートだっているだろ。でな、いつだって夏休みなんです。聞いてください。久々に会います。23歳夏休み。Yeah.
気持ちになりました？なりましたか？イエーじゃねえ、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 イエーとかそんなん言わねえ。そんなもんもう突っ込んでこいよ、言霊で。な、いいんだよ、イエー、イエーでいいんだよ、バマ。いやいやいや、イエーって言ってほしいんだよね。何言ったんだよ。イエーイ、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 まだまだ出るだろ。イエーイ、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 イエーイ。おい、ほんとに前に進んで車でやってきたぜ、お前ら千葉県からよ。車で前に進んでやってきたけど、こっからまたフルドライブしてくんだよ、この野郎ら。お前らと共に、地獄に送ってやる、バカ。本当に聞いてくれ。ちょろっとブラブラブラ。あっ、バカの DJ! あっ、I'm not afraid to die.
イエーイが伝わったな。ありがとうとは俺は言わん。シマリンみたいにひどいやつじゃないから。ありがとうとは俺は言わん。シマリンみたいにひどいやつじゃないから。お前らもっと来いやー。やーやーやー。言えるよな。もっと来れるよな。まだまだ来れるだろ。もうライブが終わって帰っても倒れてベッドで寝ちゃうくらい暴れられるだろ。もう別にもうこれ以上体力使うことないだろ。割とちゃんと帰って寝るんだよ。こりゃこの場でとかね。楽しかったひとときの後は死んだよって寝るのかな。あ、帰るといえば皆さんあれ香川県民の人をちょっと聞きたいんですけど。香川県民、今日もね。香川県民だよって人。はーい。香川県民じゃないけど四国の人だよ。いや四国の人、いや香川県民じゃないけど香川県民を含めて四国の人。含めて四国。四国やね。めっちゃ待って、あのさ遠征組の人はたってどんぐらい遠征してきたよ。多すぎだ。すげえいる。すげえいる。ありがとうございます。遠征はいる。広島。違えよ。なんで北海道だったの。まだ東京とかね、東京の人もいるのかな。アメリカ。アメリカ。アメリカから。これ来たら待ってね。一番遠かった。去年からうしよ。ワッキンチャップとかお前言ったら発見。笑ってたのうちは。なあ、聞いてる。インディアンワッキンチャップって言ってくれて。なあ、やろ。いやでも本当に彼らの方本当にあれすごい人気あるでしょ。静かまっちゃんマジで。いやマジで本当に。いや本当にライブするだけでめっちゃ多いんだよ。きっといったら言ってくれるもんね。もう6回平でどっかツアーがあって会場に必ず1人がいる、うん、よくどこさんが厚切りジェイソンってやたらザダガラにしてる。まあそれ以外の人でもね、なんかね、あのイスラム教徒みたいな人とかね、そういろんないろんな国籍の人がね、来てくれたよね。いやでもね、本当にやっぱまあ本当に最近まあ本当はいろんなね、こんな感じになってきました。めちゃもツアーね、本当に始まりました。もう
ありがとう。社会とかさ、マジで、20日前ね、地球滅亡しそうだったんだよ。隕石でこれガチで1週間前、1月15日、6日前かな、1月15日、隕石、20日でしょ、20日、20日、20日でしたっけ、20日だよな、20日です、20日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 
ちょっとニヤミスしたんだって。これガチで、これガチで NASA CIA とか NASA とか発表してるから。いやこれ本当に本当にマジで、あ、マジで CIA か NBAP とか、まあとりあえずそういったなんか特殊感が発表してる。これガチだからね。だからさ、その時しもっとあの地球が滅びるっていうのは可能性はあった、可能性ではあった、いやもう全然あったんだよ、ね、でもこうやってね、それがなくてこうやってまたね、こうやって巡り合わせるっていうのはまあ運命じゃないですか。そうはせんか、来なかった可能性は、そうはせんか、ねえねえ、そうはせんかねえ、うん、キャンナーですか、うん、そうはせんかねえ、うん、いやマジで俺、僕はね、本当にね、やっぱね、やっぱ人生ね、一回ピアし、もうすぐなると、ね、こういったことでもさ、すぐ死ぬと思ってるからさ、もうだから、明日生きて死ぬか分かんないからね、死ぬか分かんないからね、うん、じゃあ次、君の話、僕の話、そうね、いやだから僕はもう、毎日毎日、明日死ぬって、考えたことがないけどね。考えたことないけど、こうやってさっきみたいな話だけど、いきなりその隕石が通り過ぎた後に実は通ってましたってなるってことは、もう知らぬ間に死ぬってことがあるわけですよ。本当。じゃあとりあえず次の曲。失ったら少し寂しいかなって思ってた。そして僕は抱きした。もっと時は経るので変わるだけとして
Thank you.
さあ、こんなから出ないわけねえよ、いっぱい。お前らの中にもあるんだよ。俺たちにもあるよ。熱い俺たちの足跡でうどん沸騰させちまおうぜ。はい、なんで、はい、俺たちの熱いハート、なんだそれは、言ってみろ、なんだそれは。おっさんちょっと難しかったね。おっさん、あ、いなくなっちゃった。お前いねえのか。あ、いた、いた、まあ、いた。声抜きのお前が、やめろ、おっさんに頼るのやめろ。おっさんに頼るのやめろ。声抜きのお前ちゃんとや来ないと、ごめんごめん、たまらないわ。でも、お前ら、お前の中にあるのは何なんだこれ。何だ本当に、な、うどんだけ詰まってるわけじゃねえだろ、エビジン袋の中に。なあ、何なんだよ、生きてんのかお前ら。おい、生きてんのかよお前ら。喋れよ。生きてんのかお前らは。ちょっと喋れ、返事しろ。おい、お前らの中にあるものは何だ。逆にね、逆ない。こんなもんはそんなこれに決まってんだろうね。Yeah.
もういいね、本当に気分いいぜ、気分いいぜ。え、気分いい、あ、何か、え、あ、あ、気分か、あ、あ、気分いいぜ、本当に。Yeah.
おい、そういうのあるよね。あるよ。ブロック。あるよ。失恋。今の嫁とも。いやいや、それは知れない。それは分からんよ。確かに分からん。あ、いつ嫁と離婚するか分からんけど、もう失恋の数はもう半端ないよ俺。本当に始まってない恋とかいっぱいあるからね。本当に始まってもいない恋とか、メアド聞いて終わり、メールしないで終わるっていう、もうね、始まってもいないっていうのはもう、メアド聞いたけど教えてくれなかったパターンですよね。それもあるし、まあ、それを書きつけたのが、まあ、僕なんですけどね。ね、昔ね、そうね、お前がね、20年前か10年前かに、ね、モノ君は全く恋のね、本当にね、あのクソみたいな顔したやつがモテないっていうのこれ、まあ、みんなわかるじゃないですか。だから、モノ君けど、ね、いろんな人にメールアドね、集計しまくれば、いけるよって言ったら、そう、こいつ、ま、あの本当に真に受けちゃって、よし、明日からバイト先で頑張るよって、なんかコモディイイダみたいな、そういう、あ、イオンとかでみたいなところで働いてたのね。あのイオンとかみたいなところで働いてて、各部署の女の子に一人ずつにメアドを配って歩いたっていう。いや、まさかこんなことすると思わなかったね。おい、俺もちょっとアドバイまさか、あれだろ、まさか本当にやるとは。冗談だったのか、あれは。ああ。おい、これは真面目だろ。冗談だったのか、そのお前、そのセリフをお前、冗談だけにしろ、そのお前。顔だけにしろ。帰ろ。顔だけにしろ、冗談は。うぜえよ。お前が成功するわけねえだろ。成功しましたよ、今。成功しましたか。やったまあまあ、手術山あり大変だよ。まあ、なんか分かんないから、健康したとしてもさ、ねえ、そんなに病気もね、ねえ、本当にさ、そう思うでしょ、そんなもんはよ。なあ、いつ終わるか分かんないかもしれない。いつ終わるか分かりませんよ、本当に。だから、このライブもいつ終わるか分かんない。なんでよ、だからこそ、今この一瞬は、大事だ。飛び始め、よ、出ろ、あり、あ、せん、よ。ありませんよ。いやあ、I'm not afraid to die.
もうね、社会に対して、うん、頭悪いな、クソみてえな、クソみてえな、お前はクソか、俺はクソだよ、クソだよ、いいんだよ、ああ、いいんだろ、いいんだ、社会はクソだ、ああ、お前みたいなクソ野郎だ、お前の中にもほぼクソ野郎だろ、ばっかだろ、クソ野郎ばっかだろ、ばっかだろ、お前は、クソでいいんだよ、おい、クソでいいんだよ、ファッキンシットだよ、お前が。あんたこの名前はカナダうどんのシップだよ、この野郎、カナダうどんのシップだよ、あ、ほんとにや、まあ、今日平日中だね、あ、会社悪い人、学校悪い人、いろんな人いると思いますけど、ね、お前、首かいてくれよ、おい、そういうとこは見逃さないんだよ、そういうとこは見逃さないんだよ、すごいよね、バカだね、お前、お前、大失敗見に来たのか、マジ来たお前は、ライブハウスに見に来たのかお前は、マジ来たのお前は、やめてかわいそうだからやめて、いいんだ、ピンをいじんなよ、何してんの、変わっちゃうなら毎回客いじるからね、容赦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 、何をしてんだー、この社会に対してお前らも俺は全ての民だ、お前らみんなもうイライラして毎日働いてる、俺を爆発させろよ、イライラとか何度その解放できるかはもうここだけだからな、暴れたんだよ、ああ暴れたんだよ、分かったよ、分かったよ、分かったよ、死に殺せよ、行くぞ行くぞ、お前ら来たくねえだろ、行きたくねえだろ、I'm sorry.
返せ。あとこれ財布返せ。取ってないよ。取ってないね。うん、嘘だよ。金を取れ。今まで最後の曲だったんだよ。最後の曲です。これから千葉県帰って、でもって、あの300キロ、300キロじゃないか、1600キロ、車で飛ばして、千葉県からまたやってきます。やってきます。一旦帰ります。だから、本当に僕ら千葉県が恋しいんで。まあ、多分その間捕まるかもしれない。ポリス。1600キロも出てたら、お前飛んじゃうよ、お前。やだ！バイバイ、ありがとう！飛んじゃうね。お前ら飛べよ！俺たちは1600キロ出して飛んでどうするんですか？ね、そうでしょ。お前たちが1600キロの勢いでスピードで、ね、そのね、熱い、まあどうぞ、それをね、まあ最強マグナムにもう立ってファイヤーバーッとしてくれ。そこらへんだろ、お前らなんだよ、分かるか、お前らなんだ、次第はお前らなんだよ、もうお前ら次第なんだよ、分かるか、お前ら次第なんだよ、もう、お前ら次、平成終わったら、お前らなんだよ、平成の次は、平成次はお前らなんだよ、バカ野郎、平成の次はお前らだ、分かるか、平成の次はお前らなんだよ。凌介がね、お前なんだ、平成の次は。ああ、考えると、ステップオンにしてください。ちょっとやめぶれてくるからね。おい、そのままね、ちょっとな、殴り合いしてよ、おたら。こんな野郎、おい、ヘトヘトだよ、なあ、ふざけんなよ、もう限界っすよ。ああ、テントを使えてな、バカ野郎って。おい、テントになってどういうことだ、テントってよ。今日大島聴取やってるが、当たり前っしょ。3日連続ですよ、3日連続の1日目だからといってね、別に手抜いたりとかそんなん全くないですからね。ちょっと待って、今ちょっと勝手、本当にちょっとね、はいはい、あのね、酸欠みたいになってね。いや、だいぶ辛いね。やばいよね、マジで。いや、でもまあ、いや、もう全力少年ですから、俺だけは。いや、千葉銀すげえな、ありがとうございます。太った、ありがとうございます。めっちゃ寒いね。じゃあ風邪ひきそうだな。暑い暑い、ありがとう。といたま、すっごい最高かよ。ライブ今からもアンコールです。アンコール、今からアンコールね。アンコールもね、結構ね、これはまあ、これだけは言える。これだけは言える。最後の曲がね、新生があっちゃう人生初めてで、ね、初めてだね、やる曲をやるんですよ。人生初めてですよ。これ嘘偽りないですよ、マジで。残りはギンギンな剣。アンコール、今からアンコールですよ。今からアンコール。こいついつも太った言われてるの、超気になる。アンコール楽しみすぎ。何、残さん股間出たってさ。はいはい。いや、顔なしありがとう。何ですか、顔なし。僕似てますか、顔なしに。
ねえ、モノクコミ色センス、はい、はい、先に行きました。レチャマンスワード、素晴らしいね。あ、これもいいんですよ。いい色ですね。これはね、いい色ですね。あ、もう行っていい？あ、1、2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 
これいい色ですね、白。あパーカーもあるから。パーカーもね。パーカーも楽しみにしてください。あ、オッケーオッケー。パーカーもありますからね。ああ何の曲かわいい。股間なんか入れとるのってないか。股間になんか入れてるわけねえだろ、俺がよ。なんでアンコールで俺は股間になんか入れないといけねえんだよ。この野郎。なあ。いや、もうパンパンですよ。人めっちゃいっぱいいるっしょ、お前らさ。売れたんやなって。いや、お前ら人がいない、人がいないってね。なんか香川いないって言ってたけど、パンパンですよ。うん、あのぶち打ては今あのね、リアルに230人入ってるの今、うん、今230人入ってるんだよね。30人くらいだね。そう、うん、いやこれマジで、うん、いやちょっとアンコールね。アンコールだ。あのさ呼ぶに決まってんだろお前らが。ちょっとね、アモロさん渡すね。ありがとうございました。おかしいよこれ。呼ばれなかったら俺もう本当にもうなんかもうね。何最後ファイナルなんでちょっと香川の皆さん、香川の皆さんでだから東京のね、あの僕来てください。来てください。その限定っていうのは香川あれですけど、六本木までどのぐらい？いやもう君ら説明不足すぎない？EXJ ってのツアーファイナルそのパチカムやってで売るこれグッズ限定のグッズらしいんですけど、あと北海道限定ね、僕らも香川に来たからね、香川の皆さんも。うん、東京に来てくれて、来てくれたらこの T シャツ漏れなく手に入りますよっていう。今日さ、なんかお家近い人と友達になってみんなでさ、来ればいい。さ、友達はいるわけねえだろ。おい、このバンドにさ、チケットを持ってきてくれて、収入ができるので、買ってくれないね。お前だけだ。いや、友達いるの？いる。何の話？わちゃこねえ。ねえだな、お俺は本当にいねえもん、マジで。本当にマジでいねえもん。お前なんかいるわけねえだろ。その前回孤独でね、もう死んでくんですよ、皆さん。猫がいる、嫁がいる、二人いるよ、十分だ。友達じゃねえじゃん。友達じゃねえ。子がいるじゃねえか、こいつ本当にや。地獄に落ちればいいんだよ。地獄に落ちればいいと思う。Go to hell!Thank you.
ミノヤス、ネズミの国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 、ウォルトディズニー、ウォルトディズニー、ウォルトディズニーにお前たちは一生会えない仲間だから、多分でも会いたいのか、お前たちは
今のは最後の曲でした。今のは最後の曲ですよ。最後の曲だよ、最後は最後なんだよ、今の曲は。あとやるよ。おい、起きてやるよ。さっきのことからね、カメラを待っててくれよ。おい、本当はお前、おい、安いバンドじゃねえぞ、こい。どん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 追加料金払えよ。追加料金払えよ。追加料金払えよ。おい、今から、おい、1万円しちゃった。2万円だな。個人に渡すのはやめたけど。今、時間はまだ時間やばい。時間ないな。時間ないな。あったら、まあ、俺が即興弾き語りでも全然何でもやってもいいんだけど。3分何やってんだ何やってんだ。いや、マジ何もない。これもそうそうだな。え26歳。え、誰だ、俺来たよ。歌詞がおかえり、あ、ひまり、おかえり、おかえり、おかえりか。お前一番払えよ、じゃあ。お金要求だよ。お金を払うとしてるのもそうだよ。時間がないから、ちょっとやろう。いや、おかえりとしまって。僕がね、ちょっとね。まあ、そんなんでいいんだよ。じゃあ、ちょっとね、香川に帰ってきました。ただいま。俺がただいまって。本当に、マジで。いや、いい。ここだけはね、また、ここのね、会場すげえ一緒。うん。初めて言ったけどね、やっぱね。ロコさん、マジで時間が。マジで時間が。もう、本当ね、そういうことで、ね、縛られてる人なんですね。今も一曲もできなくなるよ。一曲もできなくなるよ。大丈夫なの？あ、いやいや、できなくなったら困る。困ったんでしょ？でしょ？じゃあ、じゃあね、最後の曲、ね、やってください。みんなね、じゃあ暴れてください。聞こえるや僕も
頑張れるような気がしていますよ。なあ。じゃあちょっと写真撮りますよ。
はい。はい、ちょっと、写真撮ります。今からね。はい。大体撮るな。いや、よかったね、即興ね。はい、最高。いや、最高でしたね、本当に。うん。写真撮るの冷めるな。もう冷めるよな、なもんな。あ、ちょっと待って。待って。あ、ちょっと待って。お前らもちょっと待って。せーの、香川ーい。はい、皆さん。はい、あっさあっさ。いや、即興の神。はい、即興の神やってる。ああ。お前みんな、本当に、あいさつしたら、また違う。あとね。あ、ちょ、まあ、ダイブさせるわ。ちょ、ここ危ない。ここ危ない。あ、ちょ、ここ危ない。ここ本当危ない。わやとね。いや、あとね、本当に。いや、ノコ天才。いや、そっけ、ちょ、あ、これちょっとほんと危ねえって。千葉にほんと危ねえって。いや、ちょ、いや、だいぶ禁止な場所なんだよ、今日。だいぶしたら、なんか本当に慰謝料取られるみたいな、なんかね、書いてあるの。ここに。そう。禁止なんか、慰謝料取りますよ、みたいな。だいぶ禁止。いや、本当に。そんなライブハウス初めて見たよな。そう。そんなこと。禁止。今日一皮抜けてたで、ね、いや、寒い。寒いんだよ、カバーは。お前たちはさ、あのさ、暖房効いた部屋でさ、ぬくぬくコメント打ってるかもしんねえけどよ。いや、こっちね、寒いんですよ。本当に寒いんですよ。マジで。あ、これ切れ、ごめん、先に言っとくわ。切れるかもしんない。配信。っていうか、よくよく考えたら。終わる場所で。そうだね。そうですね。今気づいた。楽屋が厳しいんだわ、ごめん。ここ寒いんだよ。寒いんだよ、ここ。風邪ひかないうちに終わるだけ終わりましょう。マロ君もそんなにかっていい。終わるだけ終わりましょう。はい。じゃあ。ありがとう。あ、もう割れる。死ぬよ。釣れないね、千葉銀。下行ったら死ぬぞ。千葉銀釣れないね。じゃあ、下に行ってくれ。寒い中、俺ちょっと俺無理だから、ちょっと。あ、なんで寒いわ、下は。いや、俺は寒いよ。いや、釣れないね、大島うどん何が。ヒートテックか、ちょ、まあ、寒いがちょっと、上来たい、本当に。あ、終わるな、バカ野郎。いや。いや、セクシー、電波ダメだ。いや、だ電波ダメなんですよ、ここはなんか ね。そう。でも今ここ大丈夫じゃん。ここ大丈夫だ。そう、あったかいところに、奥があったかいんだけど、そっち行きたいんだけど、そっちは電波ねえんだよ。ほんとによ。うどんも冷める。風邪ひくから。いやー、うどんね、食べたら、食べました。実は食べました、うどんね。そこら辺に、なんかね、スタッフがね、そこら辺に落ちてたね。道端に落ちてたうどんをね。なんかね、ご自由にお持ちください。そう。そう、なんか香川県ってそんなんなんだって。うどんで落ちたうどん。いや、まあ、落ちたっていうか、ご自由にお持ちください。そう、ただ、うん。そう、香川県ってそんなんなんだって。うん、俺そう、カルチャーショック受けたわ。香川には落ちてるよな。いや、セルフ。そう、まあ、そう、要するにセルフ。マジかよって。いや、俺もびっくりした。そう。ああ、のこ素敵追われってどういうことだよ。ああ、誰瀬取り。いや、わかんない。基本的に来てるの俺瀬取りだよ、最近。最近はね。うん、最近は。ランキング1丁目って何が、何のランキング。ニコ生じゃない？ニコ生か。なきねえだろ。そうだね。香川優しいな。どういうこと？ちょっと香川行って、ああ、まあ、ね、そう、うどんが落ちて、なんかね、そう、先生、まあ、落ちてるっていうのは嘘だけど、そう、なんか、ご自由にお持ちくださいよ、って、マジで。紙瀬取り、瀬取り紙って言った。あ、ほんとよかった。ずっと向から始まったっていうね。いや、まだね、あのね、ちょっとね、服、今めっちゃ疲れてるんですけど、ちょっと、まあ、明日一日休みあるから、俺明日一日ゆっくり寝るから。そうだね。でもって、福岡、長崎。はい。もうね、来ます、ね。まあ、まずは福岡。うん。そうそう、あとでタイムショーな、めちゃ魔法だったり、のこうどん発行した。今日の一人良すぎて福岡行きたくなった。いや、全然福岡もね、長崎もね、EX シアターもね。まあもう本当にね、なあ、今日は新鮮だった。ゆっくり休んで、今日泊まり。今日泊まり、連泊。はい、連泊です。今日は連泊です。おかげさまで。おやさある。いや、うん。六本木行くよ。風ちょっと寒いな、本当に。T シャツ書いた。あ、T シャツ六本木シアターある、これがね。あとなんかね、パーカーあるんだけど、ちょっと持ってくるわ。パーカー。はいはい、あ、こっちまでまだ来れるかな。分からんね。すいません、ちょっと
賭けで今移動してます。この辺かな、この辺がいいんじゃないかな。俺はそんな気がしてるけどな。うん、止まると思うからな。これがハーパーです。はい、お見せしましょう。じゃん、ブラックです、これ色が。これね、僕のイラストのやつなんですけど、はい、これね、写してこれ、はいはい、これね、ちっちゃいね、ちっちゃいね、しょうがないんですよ、構造上。いや、これここにポケットがあるからね。ドカーンでしょ、ポケットがね、ここにあるおかげで、なんか無理っぽいんですよ、これ。いや、ここに、ここにポケットがあるんだったら、うん、ここにドカーンできるじゃん。なんでこんなちっちゃいの。わからないね、そこら辺に関して。なんかよ、いや、なんでこんなちっちゃいんだよ。でもね、あの腕のめちゃまほはおめちゃまポケットいらねえよ、そもそもこんなや。ポケットパーカーはあるでしょうよ、必要でしょうよ。いらねえ。いや、これ絶対ドカーンの方が売れたから。そうでしょ、コメントも絶対そんな感じでしょ。あ、ドンキーにいそう。腕何？腕めちゃまほです。腕は、はい、めちゃまほ。めちゃまほですね。はい、めちゃまほ。アホアホマン。ドカーンがいい、まあね、ドカーンが良かったと思いますけど。いや、皆さんね、ドカーンも絶対ドカーンの方がいいと思うよ、うん、俺は。普段も消えてええやん。あ、まあまあ、ドキュン、ドキュンか。え、何、ドキュンみたいな感じ。あ、確かにね。ちょっとなんかね、まあまあ、あ、東京店になんか、なんかで、ね、タトゥーみたいな感じに見えなくもないね。確かに。ちょっとこれな、作り直そう。いや、マジで、作り直そう。もう間に合わないんじゃないですか。あ、作り直そう。うん、違う、寒いな。火曜か迷うデザイン、マジで袖いらねえ。はあ、ああ、そうしよう、降ってやるよ。ほんとちょっと風がないよ。これ奥までもうちょっと行けない。ドカーンがいいな、絶対そうでしょ。止まるかもしれないよ。いや、なんかあったか、ちょっとね、あの赤いところが絶対あったかいんですよ。そこまで行けないのかな。がっかりだよ、ほんと。強になるよ、パーカー。うん、いや、なんかいけんじゃねえか。あ、いけんじゃねえ。いけそうだね。ちょっといけそうですね、これね。あ、行ったらここに乗せ、あ、ちょっと荷物があるか。あ、いけますね。ちょっといらないな。いや、買ってくださいよ。インスタ配信しません。二度としません、あんなクソね、クソサイト。うん、あのクソサイトね、二度とやりませんよ。はい。うん。サカナクションの山口一郎とかよ。ワオクのさ、タカとかよ。なあ。ね、ドキュンがさ、配信してさ、芸能人がこぞって配信してさ、ね、ここぞとばかりにさ、配信してさ、ワオクのタカの配信見たよ、俺。うん、あの YouTube で。見て、でもってワオクのタカは、あのインスタ、そうインスタライブやったんだけど、そうインスタライブやったんだけど、魚の一応ドキュンじゃなくて、そのワンオクのタカね、あのドキュンがやったんだけど、ニコニコ生放送見たいとかなんか言ってて、うん、あ、ニコ生主になったみたいとかなんかそんなこと言ってて、はぁ、バカじゃねえの、あいつ、あいつバカだろなぁ、はぁ、ほんとにさ、何がニコ生主になったみたいだよって。ディスの好きなやつ、いや、ディスってない、これ、まっとうなこと言っただけじゃん。インスタなんてさ、普通、のこ先越されたとかじゃなくて、うん、ワンオクさん、こいつ訴えてみろよ、なもんよ。なあ、森進一。森進一じゃねえか、森進一の息子か。いや、俺、ワンオク好きだよ。ワンオク好きだから。うん。ワンオク敵に回したら締めらす、あんな別にさ、だってひょろひょろのガキだろ。うん。年下だしよ。なあ。のこ配信者魂がとか、いや、そういうことじゃなくて、な、ニコ生主じゃーってこと、そうそう、俺がニコ生主じゃーってこと、そんなこと言ってたんだよ。え、なんかインスタ配信だから、ワンオクのあのボーカルはさ、なんか配信とかしてないから、え、これってニコニコ生放送のニコ生主になった気分みたいなこと言ってて、はぁーって、なんなんだよって、ね、お前ボッコだろって何が、当たり前だろ、なぁ、ワンオクのあのボーカルに勝てるわけねえだろ。あの同級に、うん、ガチ同級だからね、あれな。なんだよそれ、年下なめんな。うん、お前バカにされてるなってどういうことよ。私裏切ってないよ、ニコ生しな、バカにしてんな、なめてるわね、なめてるよな。悪口やめて、いや悪口も言いたくなるでしょ、はっきり言ってさ。なるほどね。はい、なんかモノくんのあの不倫相手が来たらしいです。そういう関係だったんだ。うん、現地妻が、香川の現地妻がなんかね来たらしいです。手が
不倫不倫野田を飲むのこの配信見てから言えや。本当だよね。いや別に俺の配信じゃなくてもいいんだけどさ、ね、ニコ生主になったみたいとかさ、そうワンアクと仲良くなってライブ出して仲良くなりたい。うん、忘れちゃいました。俺だって俺好きだもん、ワンアクの曲はね、曲とか声は好きだもん。モノ君生かしてんな、そう現地妻、ね、超妻、そうそう香川の、そうそう残りの愛情もいるわけねえだろ、もういんねえそんなの。いや別に現地妻なんていたことねえバカ野郎。やめろね、 T シャツ通販、曲はね残りの愛情は最強じゃないだろ、全然やってねえだろニコ玉よ。やってないだろ、どこが最強なんですか僕の愛人の。ツイキャスでもどんどんリスナー数落ちてきてるしね。えいやなんかちょっとねもうね、いやいやいろいろとね、いろいろとあのね、右往左往してますよ僕はね。振りにこやれよカス、まあ振りにこもやりますよ、やりますけどね、ノコもオワコンだったな。いやだからネット界でね、俺がねオワコンだすって、いやにはやっぱ今盛り上がってる YouTuber になるしかないんで俺は。タカとインスタ配信しないと。別にタカとお前な、タカとお前友達とかそんなんでもねえし、タカってなんだよ、必ずかなるタカかやんなもんや。知らねえよ、いいライブなのにな。パヒ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 、オワコンは否めない。まあまあまあ、いやでもだってリスナー下がってきてもんな、ツイキャスやってもさ、なんかね、ああ千葉銀の彼氏は来てんの。ああいやいや本当に石橋高橋ってどういうことや。ああいやいやでも本当最近ね、オワコン言われて早6年って言いますけど、いやけどね、新世界あっちゃうけどね、まあまあ頑張んなきゃいけないかなっていう年はどん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 年々あります。それは本当に、はい、キャスミン本当やったな。いや俺もさ、けどさぶっちゃけ最近やっぱさ、あのアルバムのレコーディングとかさ、フルアルバム出すからさ、そっちとかさ忙しいからやる暇もねえからさ、楽器はすぐ飽きるからさ、しょうがないよな、初めからワッコンやってすごくねえだろ。新生感謝最高、ありがとうございます。まあまあまあ、かまっちゃう年にしましょう、今日も最高だった、ありがとうございます。じわじわ落ちてくのも嫌だな。いや嫌だけども、いつかね、あのパーってお天道様見てるから、俺今年のおみくじ引いたじゃん、 みんなにもツイッターで見せたじゃんね、小吉引いてさ、あなたは地道に生きなさいって言われましたよね、あの調子に乗ったことをせずに地道に生きればね、お天道様見てるから、地道にあなたが生きればね、報われますから、コツコツ、そうパパとおみくじ地道いいぞ、そうね、ずっとついてくる、神ってる限り、今日楽しかったって何か頼む。いや今日楽しかったって質問はさ、おかしくない。仮に俺がつまんなくてもね、つまんなかったとかにさ言えるわけないでしょ。ね、その質問何なの、バカじゃないのお前。楽しかったよ、純粋楽しかったよ、それは当然ライブはね、まあ、楽しいだけでやってないけどな、今日のおかえり楽しかったってないか。いや別に今楽しいだけでやってないけど、バカじゃないのお前。今日楽しそうだって言ってない、つまんなかったで、いやだからつまんなくねえよ。つまんなくねえよ、おかしいだろ。なんでそんな上げ足取りすんの。大島は今日最高だった、いや今日だけじゃないから、もうこのツアーは全部もう最高ですよね。大島は今日つまんねえ、一流のひねくれ、つまんない時もあるのって、いやつまんない時ないって、つまんないとかいう問題じゃないの、俺は面白い楽しいで、楽しいつまんないで俺ライブやってねえからな、楽しいつまん、素直になるよ、いや楽しいつまんないでライブやってねえからなもんよな、今日イライラするなって時あるけどね、つまんないじゃなくてムカつく時あるけどね。今日のライブイライラしたな、ムカつくなみたいな、つまんないってのはないよ、あんまりっていうか、今日はボックセトリです、ほとんど見られなかった、ニコの間残さんのボタン、イラッチ、そうイライライイソイライラするっていうのはね、強く、まあ、よくあります、はい、おかえり何か降臨していった、本当はどんな気持ちでやってるのって、何がどんな気持ち、明日死ぬって気持ちで僕はね向き合ってますよ、真面目にね、あの心身ともに良好にね、本当に、明日死ぬんだ、僕は明日死ぬんだって思いながら自己マインドコントロールがね、ライブステージ上がる前に自己マインドコントロールして、そうやってあの毎日毎日ステージ上がってますよ僕は、
当たり前ずっとマジ嬉しかった。ホテルで配信するってないか、あホテルとかで配信するかもしれません、わかりません。ちょっと今日はね、なんで立ったのってどういうことで、あそこがなんかよくわからない。もう明日死ぬって思えないな、残ってないが、あ思いますよ君たちね。僕だって別に変わってませんからね、変わってないところはね、うん、変わってないところは僕だって変わってませんから。なんかずっと読み込み中あった、お前は寝てるやってないか。あいやまあまあ俺もね、あの今日じゃあ3連チャン無理はしないでね、はじ、いや違う3連チャンだから初めてなんだよ3連チャンは。そう筋肉痛も今さすごいさ、モーラステープ張りてんだけど、ね、もう今ちょっと配信誰か変わってもらいたいんだけど、モーラステープちょっと張りてんだけど、3連チャン初めてだから、そうなそう大島今日最近元気だなってないか。いや当たり前じゃん、ツアーチは元気だって、ツアーチは元気なんだ俺は、うん、ツアーチはね。ああちょっとモーラステープ貼らして、ああ好きです、ああ移動大変だね長旅、ああちょっとモーラステープ貼らして。いやつか3連チャン初めてじゃん俺らさ。そうだね、3連チャン初めてだからさ、そう次の福岡とか長崎を完璧にするためちょっとねちゃんとね、いやだからまあ配信はしたいはしたいんだよ、配信も俺はね、それは当然ね、ツイキャスでも会員限定配信でも正規ニコ生でもしたいんだって、したいんだよそれは当然、うん、したいけどさ、ちょっとねやっぱそこでも喉を使っちゃうからさ実際、うん、そうそう、モーラスに行きますか、美佐子さんとか M、はい、さんはあのチケット売り配信に行きましょうか、配信じゃねえや、あチケット売りに行った、あなるほど、あ千葉銀と、そうそう千葉銀、売れねえのにそんなことよくするね、でも一人いる、売れねえのに、売れたいでしょ、売れたいよ、売れねえのにそんなことするな、新世界ちゃんオワコンって言われてんだぞ今本当に、もっとさあのさ頑張んねえと、まずネットで頑張んねえとさ売れねえなもうよね、うん、まあまあまあ俺はもうねオワコンオワコンってね、まあね言ってるけど、まあ俺はまだねまだまだまだ大丈夫だから、うん、俺の才能は尽きてないから、俺も曲作りとかやっぱ最近してるけど、配信ね自重してる代わりにさ配信とかさ、うん、そう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 大丈夫だ、オーシャンも売れってなりが、あのなやだよだってさ、お前らの中でだってさ普通にさ喧嘩売ってくるやついるからさ、うん、ラストオワコンとかラストサムライみたいにかっこよく言うな、はい、いやいやまあまあオワコンとかまあそういうのはいいんだけど、ただまあまあまあどん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 こう言ってるのはまあまあそれはねみんな感じてるし、お前らも感じてる、かまっちゃん大丈夫かなってね、残り5分なんですよ、延長しろや、延長する、延長してもしょうがなくね、なんでしょうがないの、嫌いなのニコ生、嫌いじゃないけど嫌いじゃないけど、今延長してもしょうがないの、そう僕が言って、もう喧嘩売る人いなくね、あまあいないかもね、延長してもしょうがないの、いないけど、なんかさ俺はだってレアキャラじゃん、俺はあんまそうそうさ、俺はやっぱかなんかやっぱ神みたいな存在だからさ、このバンドの中でそうそう出てきちゃダメだよね、あのお前らの前に、うん、そういうことだよ、いやそんなことないんじゃないか、いや何よそんなこと言って、俺神じゃないっていうのか、俺お神だよ俺は、いや神的な神で神様的な存在だよ、わ今回出てきたわけついてくる、ありがとうね、いやいやもう頑張るから俺も、ね、話聞けよ、もういいんだよこの話はこの話はいいね、お前モーラステープ貼ってこい早く、でももうあともう3分だからもうやるか、ここにいろお前、うん、あと3分だよここに、もうあと4分しかないよ、いやだから延長しろって、延長しどうすんだよお前、もう何か、あ、なんか、なんかやることある、反省会もあるし、ミーティングもあるし、あ、そう、あ、OK です、あ、忘れた、うん、じゃあまたね、またけど、もうまずまず早い早い早い、今度は早い今度は早い、はい、モーラステープ貼りに行けってお前が言ったんだろうね、そうだけど、じゃあいいよいいよ、分かったいやいや、お前、いやでもね、やっぱね、こうやって配信するとやっぱ楽しいですよね、うん、本当に配信したら楽しいんだよ、本当にさ、だからどんどん配信、ね、いや病気って配信のになっていくから、うん、そう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 、だからさなかなかね、いや配信するともうだからさ、大島髪増えたの、ああやっと、あマジで髪増えた、うん、大沢楽しかったよ、いやいやいやこちらこそ、うん、じゃあ延長して、いやだからいやいや今日はこの後ちょっとリアルに反省会とかね、スタッフとあるから、そうそうそう、福岡で待つ、あまあまあ福岡次ね、そうそうそう、うん、エアコメント読むんだろ、何がもっと見てたよってのが、じゃあ延長バイバイ、かっこよかった、いやまあかっこよかったとかって言って、そんなもん当たり前なんだよ、そんないいんだよ、あんなもんかっこよかったとか、そんなライブよかったよとか、そんなもん当たり前なんだよ、俺たちプロだぞ、いやあ、うん、そんなそれ以上のものをさ、てあのエンタそれ以上のエンターテインメントを提供 してなかったらさ、それこそダメじゃん、うん、
そんなかっこよかった、楽しかった、すごかった、当たり前、当たり前のことなんだよ、そんなの。演奏うまくなったよね。うん、え、そんなの当たり前なんだよ。俺の声、あの歌もうまくなったしね。あの神さらさら反省あるのって何が反省、お前あんまねえな今日はな。俺はあんまないな。まあ、今日は良練習だな、ね、まあ、今日は帰りはね、うん、今日は良かったよね。うん、真面目やな、当たり前だろ、真面目だよ。だってずっとだから、何回も言うけど、俺ツアー中なんで元気かっていうと、オナキンもしてるし、オナキン俺もするわ。オナキンめっちゃいいからね。オナキンもするし、バナナもいっぱい食ってるし、だから元気なの。ツアー中は俺毎年元気です。ツアー中はそうそうそう、ちゃんと精神的なものもさ、ちゃんとさ、自分でメンタルケアしてるし、マジで。うん、そんくらい俺真面目だって。俺は絶対インフルエンザとかかかんねえしって言ったらね、朝我が身だからあんまり言いたくねえけど、でもまあまあ本当に、股間も元気だったなって意味がわかんねえよ。なんで俺股間元気だったんだよ。でも君テント張ってたよってずっと言ってたからね、リスナーがね。何股間が出たの。あ、勃起した勃起したみたいな感じだったんだ。もうお泣きやばくないだから、お泣きしてるとやっぱりあの声もさ、波動砲のように出るから、俺の声。波動砲のようにね。うん、わー、メガ粒子砲の方に。うん。弾幕薄いよ。ね、ブライト。あ、コメントがまだ散った。テントのプロで。いやいや、なんかもうコメント早いからさ。コメントまだ散った。ヘイズの子。ヘイズの子、気づいてなかった。ライブ、何番目ですか？何言ってんだ、お前。もう終わったよ。しかも何番もこともあるかい。ほんと、ワンマンのボゲ。ほんとに、あ、初見の人かな、俺。あ、これ初見の人だから。そうそう、いや、これ初見の人だよ。あ、そうそうそう、じゃあね、ワンマンだったんですよ、うん、今日は。そうそうそう、もう終わったんだよ、ボーゲン。ワンマンライブだったんですよ、うん、ね、もうね、ぜひ見てね。あれですごいのか。いや、すごくない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 。もっともっと、ね、高みにね、目指していますよ、目指していきますよ。でも、新鮮感あっちゃうけど、今日みたいなお帰りの即興みたいな、なんか昔だったら即興みたいなやったじゃん。今、やっぱガッチガチなさ、やっぱさ、感じでやってんじゃん。なんか台本みたいな感じで、まあさ、まあ、なんかさ、ね、ここでさ、MC、今日のスタイルだから見せるけどさ、こういう感じなんで、ここで MC しますみたいなさ、そうそう。賛否両論だと思う。あ、終わっちゃった。終わった。すげえ急端端と思う。終わっちゃったね。名古屋さん、すいませんでした。配信終わったんで。ごめんなさい。あ、すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。すいません。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。